現在私どもでですね、中小企業の経営者様向けに、一番たくさん毎日情報をご提供しておりますのが、いわゆる在職老齢年金対策ですね。シニアの経営者の方で、報酬と年金との調整の仕組み、在職老齢年金の仕組みの規定にですね、引っかかってしまって、年金がストップしてしまう、支給停止になっているという方に対しての、情報のご提供が多いです。役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方だけを変えれば、老齢厚生年金を受け取っていただけるようになると、そういう手法ですね。ご関心がございましたらお問い合わせください。